手こずるんではないですかね。開幕戦こそノーヒットタイガース戦でした。どうやったら高津までそのつなげるかということを非常にそうです ね, ね。三振、見事なピッチングだと思うんですよ。目線も違ってくるでしょうし、入ってほしいなと思いますね。ちょっとナーバスになりすぎてるなっていう感じはするんですけどね。最後あるいはどこかに働くのかどうか。いえ、ロッテの時は、まあ、前半戦に怪我をするのか後半戦に、まあ、怪我をするのかっていうんでしょう。ただ5回にマックが満塁ホームランを打ちました。ままならずと、そんな感じだったんですがね、はいはい、巨人打線が割合ボール打ってくれて、はあはあ、長嶋監督言ってました。肉離れを起こすと困るしなという話もしていたんです。安心して自信満々で放ってますからね。ああ、そうですか、はい、145キロ。まだサウスポーからヒットを一本持ってます。そしてスイングアウト、はい、と確かに野村監督も昨日のホームランは今日につながるホームランやなと、はい、さあ2エンド1からあーとスイングアウトの三振150キロ、はい、あっと空振り。保坂さんの方は、僕はやっぱり打撃戦の方が好きですね。あの豊洲戦ってすごく、あのかっこいいと思うんですけれども、ね、これはこれでね、また良さがありますので、うん、お二人とももしわからないことがありましたら隣にあの関根純三さんがいらっしゃいますので、はい、140初球打ちはファウル151だったんですがうまく打たれ152キロ。あ、ストレート見ちゃうんですよ。こういう風にボックスの中で出ていかないと力負けしますよ。あ、おっと149キロ追い込んだ石、これまたストレートファールチップ、おストライク取ってこれはファールボール、ね、やはりあのコースにもついていけるんですよね。バッター鈴木です。1球目決まったストライク。この鈴木がいいバッターになりましたね。首藤からスリーランホームランを打っています。まあ、本当に2年連続そうなんですよ、はい、まあ、まだ先の話なんだけどね、はい、打ち上げました相当そのアベレージの高いところ